こんにちは、カメクです。冬の水やりは植物をからします。今回は植物を育てている方、水やりに自信がない方、冬に植物を枯らしてしまう方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、植物の水やりは植物を管理していく上では必ずと言っていいほど必要な作業になります。植物は水を欲します。水をあげなかったりすれば枯れます。逆に水はあげすぎても枯れてしまいます。ただ水やりはしっかりと管理できれば、水やりのみで植物を生かし続けるというのは可能であります。そして水やりは外の気温にとても左右されます。日本のように四季がある気候では水やり毎回同じではいけません。都度都度変えていく必要があります。夏はよく乾きます。ただ冬は水はよく乾きません。というわけで、今回は水が乾きにくい冬の水やり管理の仕方を、園芸初心者の方にも分かりやすく実演して解説の方をしていきます。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、あらゆる植物たちに水をかけまくってきました。園芸店で働く以上、毎日の水やりは必須の作業、そして365日必須な作業でもあります。年間を通してさまざまな植物たちに水をかけてきました。春夏秋冬ありますが、一番季節的に水やりが分かりにくいのがこの冬です。特に園芸初心者の方は冬の水やり結構躊躇してしまうこと多いかなと思います。なぜなら冬は水が乾きにくいからです。春夏秋は基本的に水はよく乾きます。特に春と秋、こちらは植物が生育するので水を欲しがって水が切れます。そして夏は植物が生育してなくても外の気温のみで水は乾いていきます。ただこの冬、植物もあまり成長せず外の気温も冷たい、なかなか水は乾きません。植物の水やりは乾いたらたっぷりあげましょう。これは分かっているんです。ただこの冬、土が乾かないんですよね。かけたらいいのか不安になってしまいます。またこの冬というのは植物たち寒さに耐えている時期であります。こういった時期に水をかけすぎてしまうと、植物は簡単に根腐れを起こして傷んで枯れていってしまいます。冬は水が乾かないから楽でもありますが、植物管理をしっかりしないと植物はそのままダメになっていってしまいます。気をつけましょう。冬に水やりをして枯らしてしまう方の特徴、こちらが大きく分けて3つあります。1つ目はなんとなく水やりをされている方、2つ目は水をあげなさすぎている方、3つ目はお昼以降に水をあげている方。ではここから先はこれらの方々、どのように管理したら冬場植物が上手に育てることができるのか、実演にて解説します。では早速いきましょう。はい、というわけで冬の水やりの回です。よろしくお願いします。ゆうべさん、お願いします。さあ今日は水やりの回なんですけど、限定的にちょっと外の植物に水をかけるっていうのを対象にやっていきたいと思います。はい、水やり自体は、まあ、年から年中必要なんですけど、特に難しいのが夏と冬。まあ、何が難しいっていうのは個々にあるんですけど、まず水やりやる前に今一度確認してほしいのは、家が あります、植物をまあ植えてあるとか鉢を置いてあります、どの方角に置いてあるかで、これ水の乾き方っていうのはかなり変わってきます。同じ冬でも方角によって乾くスピードが変わるって感じ。これは年から年中、夏だったらまた変わるしっていうところがありますんで、まずは方角を確かめてもらう。で、特に乾きにくいところ、一番乾きにくいのはやっぱり北側です。で、続いては東で、南で、西、まあ、逆に言うと西が一番乾く、イコール西側は一番暖かい場所っていう風に置き換えても大丈夫です。反対に北側っていうのは一番寒い場所っていうところを踏まえていろいろ見てってもらうと、やっぱり寒いところは基本的に外気が冷たいんで、乾きにくいですよね。で、暖かければ植物たちも育っていけるっていうところもあって、植物も水を吸うし、外も暖かかったりするんで水が乾くっていうところで、冬の水やりも西側と北側だとだいぶ水の減り方っていうのが同じ植物でも変わってくるので、この辺で水の加減っていうところであったり、あと置き場所っていうのを変えてってもらうと、まあ、比較的うまくいきますんで、水やりに自信がない方はまずその方角で物を置けるようにするといいと思います。で、おすすめはやっぱり冬場暖かい方がなるべくいいので、できれば南とか西側に植物が集めれれば集めてもらうっていう形、鉢の場合はね、してもらうと水やりも楽になりますし、楽っていうのが分かりやすいね。
なりますし、植物もよく育ちますんで、まあ、ここにちょっと配置っていうところでの工夫で水やりを分かりやすくさせるってことが可能になります。ちょっと気をつけてほしいのが北側です。北側って一番乾きにくい寒いエリアと言ったんですけど、北の中でもっていうか、まあ、これは全体に言えるんですけど、家っていうか場所、家の周りっていうのは本当に壁の近く、家の壁の近く、だいたい50センチから、どうだろう、5、60センチぐらいの幅はかなり乾きます、このエリア。はい、どこでも乾きます。なので北側でも家のすぐ横と、まあ、1メートル離れてるところにあるだけでも水の乾き方が変わってきて、特に家の周りっていうのは思った以上に乾きます。なので水やりをちょっとまめにあげてもらわないと、各エリアで同じ北側でも水の減りっていうのがちょっと変わってるっていうのを一つ覚えててください。極端な話ね、東側で管理してるもので水をまあかけてないもので、北側ってもっと乾いてないかなと思って、まあいいかって無視するやん。無視すると家の壁側の北側の方が乾いてるね、東側よりっていうケースが、まあ、我が家でもよくありますので、特に家の周りっていうところは鉢植えされてる方はちょっと注意するといいと思います。さあ続きましてポイントの方入っていきます。まず一つ目の水やりの仕方、なんとなく上げてる方、まあ、これね、なんとなくの水やりは将来的に見てあんまり意味があるものになりにくいので、できれば水やりはちょっとずつなんか意識してやってほしいなと思う。どの時期もそう、どの植物に対するもそう、水やり管理っていうのが多分僕園芸20何年やってるんですけど一番難しいです。はい、逆に言うと水やり管理がもう完璧にマスターできるっていうクラスになると、どの植物も比較的育てれるようになるっていうぐらい、水で植物は生きるか死ぬかぐらい変わってくる。特に水をあげるっていう植物ね、人間がねっていう植物は、人間がしっかりと管理が逆にできるようになるっていうところで、これをやるのに結構時間がかかるので、なんとなくでやっていくと知識経験に全然ならない。やっぱ意識してやっていくと毎年毎年こう管理の仕方がその植物に対して分かるようになってくるので、これは経験とか練習だと思ってやっていただけることがいいかなと思います。特に冬場は植物が成長あんまりしない時期になるんです。しない時期になると水がやっぱり乾きにくくなるので、なんとなくルーティーンのように欠けてると、やっぱり一番は水が多すぎて枯らす、このパターンがなんとなくやってる方に多いと思う。不安になっちゃうはなっちゃうと思うよね。夏からさ結構水を毎日あげてるとかってやって、だんだん涼しくなったんでかけるペース遅くはなってきたものの、まあ、ただルーティーンとしてやってる人たちだと、ここが乾いてるから続きでかけちゃえみたいな感じで、もう水やりモードになるとさ、いろいろホース出してきたりとかさ、じょうろに水やるやる気満々じゃんってなると、なんかとりあえずせっかくならやっとこうみたいな、じょうろに水余ってるじゃんまだ入れたやつがみたいな、まあ、こっちもかけとけみたいな感じでかけちゃうと、まあ、結構ダメにしちゃうことがあったりするんで、なんとなくはまあやめて一鉢一鉢、鉢の場合は見てかけてもらうことをお勧めします。さあ続きましてのポイント、2番目、あげなさすぎて枯らしてしまう。これね、冬って乾かないって思うじゃん、はい、とか僕散々乾かないって言ってたんだけど、冬割と乾きます。案外ともう涼しくなって寒くなってきたから水やりいいやろうと思ってほったらかすと 2,3 日でもうしようしようってなって、もう5日目に枯れてるっていう植物が実はあるっていうぐらい、まだ日中が暖かかったり、それこそ南とか西側の特に家の周りなんかで鉢で置いてあると、多分成長するものは2日ぐらいで水が切れちゃう。特に南西の壁際の鉢物で、一年草の草花系、今ちょうど出てるパンジービオラとかね、あの辺の系統は特に水あったかければすぐ欲しがったりするので、実はあげなさすぎで枯れてしまうこと割とあります。そして冬場は空気が乾燥するよねっていうところで、暑くなくても乾燥して日中の気温が上がると割と乾きます、これねっていうのを一つ注意として覚えててください。そしてポイント3番目です。お昼以降から水をあげる。これはね、夏でもそうなんだけど冬も特にそうです。夏の場合はお昼以降あげると鉢の中の水が残ってる状態で
水の温度が上がって根っこがふやけてしまったり根っこが高温障害でダメになるっていうことを言ったんですけど、これ冬は逆に切るから以降水をあげてしまうと水が残っていて夜間朝方めちゃめちゃ冷えるじゃんね、はい、で水がたっぷりある状態で冷えると根っこが風邪をひくみたいな感じ、うんうん、で残りすぎてしまうとそのまま根腐れをする可能性が非常に高くなる。次の日がピーカンで晴れたり暖かければまだいいんだけど、やっぱ曇りが続くとかっていう天気になることもあります。そういう時は特に昼からの水やりは注意してほしい、まあ、夕方とかも絶対ダメね。これはね植物全体的にそうなんですけど、水が欲しがる時間帯っていうのがほぼ決まってます。これがもう朝1日の光合成量の中の多分8割ぐらいは午前中に行うんです。で特に朝日がもう昇ってきた段階から光合成をスタートするんで、ここに一番水が欲しい。でそこの水を割と消費してから日中に入っていく。で日中は光合成を止めてとにかくまあ維持をするっていう感じの1日のサイクルをするんです。でちょっと物出しますね。じゃん、はい、まあ、一応これ鉢植えの参考だと思ってください。水をこれ朝にかけるのと昼以降かけるのだと水の湿り気って同じように思うかもしれないんだけど、まあたかが半日じゃんって思うじゃん。まあ5時間4時間ですもんね。そう、その差でなんかそんな変わるんかいっていうふうに思われるかもしれないですけど、これ実は割と変わるんです。特に午前中に水をたっぷりあげましたっていう環境で光合成をスタートして植物が成長しますと、成長したいんです、水吸いたいんですってなってくると、土の中っていわゆる粒々の粒子みたいな感じになってるのね。赤玉土とか花松土、小粒とか粒になってるね。粒々で構成されていて、水はどういう風に流れるかって言ったら粒々の隙間をこう通っていくわけね、うんうん、プラス土自体も吸水するんで水が飽和状態であると。それが午前中の朝一飽和状態になります。ただこの午前中であればこの子たちは光合成で水が欲しいとなったら、この隙間に入ってる水を優先的に取ってくれるんですよね、はい、取ってくれると土の粒自体はまだ保水してて水分があるんだけど、実は通り道の方は割と水が抜けてたりするっていう環境が割と早い段階で作れる。この粒々も通路も水一杯でずっとあるとやっぱ根っこが腐っちゃう。なので冬でも結構根腐れしやすいっていうのは割とお昼以降に水をかけちゃう人に起こりやすい現象なので、できるだけ植物の水やりは午前中にやってほしいんですが、ちょっとここでねまた厄介になっちゃうかもしれないんだけど、真冬とかになってくると今度真冬の午前中の朝一の水やりはちょっと様子を見た方がいい。朝一の真冬ねは極端に寒すぎて植物たちが寒さに耐えてこうしおれてるみたいに見えることがある。ただこれは水切れでしおれてるんじゃなくて寒さでこうなっちゃってるんで、あ、なんか水が切れてると思ってその時に水あげちゃうと今度逆にそのまま傷めちゃうことがある。実は水はあるんだけどただ寒くてこうなってる。日が上がってくる9時ぐらいになってくるとちょっと暖かくなってくるじゃん。暖かくなると必然的に、ね、葉っぱがピーンと戻ってくることがあるんで、朝の水やりっていうのも極端に朝早くあげる必要は冬はないかなと思います。午前中ですねを様子を見て水やりすることをお勧めします。さあ続きましては植物ごとに、まあ、よく水が乾く乾かないっていうのをざっくりですけどお伝えしたいと思います。まず冬場に入ってきて一番と言っていいほど水を吸わないグループがあります。これが樹木系の落葉樹。じゃん、はい、落葉樹です。もう12月1月になってくるとこういう枝丈になっちゃう木があります。こういった木は寒さで葉っぱが落ちてまた春から芽吹いてくるっていうサイクルを繰り返す植物なんですけど、葉っぱがないものって極端に水吸いません。極端に水吸いませんっていうかほぼ水吸いませんこれ、はい、よいしょ。木は大きいんで水やりシーンというかあるのかなと思いきや、落葉樹の特に鉢植えなんかは水やりっていう水やりって本当に少なくていいと思う。もう2週間に1回ぐらいですか、うん、もっと乾かんかもしれん。もうこれはもう鉢に植えてある鉢の容量にもよりますけど、水っていうのがほとんど乾かないので落葉樹の水やりに関したら割とズボラで全然大丈夫です。やったかなやってないかなぐらいでもほぼ枯れません。水がたっぷりいるっていうわけじゃなくて、もう休眠している植物たちの水っていうのはちょっと湿気があればいいって感じ。
根がカリカリになっちゃうと、まあ、それはあんまり良くないんだけど、少しでも湿度があればいいっていう感じなんで、水分っていう水分ってそんなに求めてない。あと樹木系の落葉樹を植えてるってなると、割と鉢が大きめの鉢で植えてる人多いと思うね。土自体の容量が多いんで、一回水あげるとその土がすごい水吸ってる状態で全然水が切れないっていう現象がよく起こりますんで、特に落葉樹の場合はよいしょ、水やりね、冬場回数をかなり減らしてくださいっていうところ。でも全然耐える子たちなんで安心してください。ただ樹木系の中で常緑樹、じゃん、まあ、これユーカリなんですけど、樹木系の常緑樹で葉っぱがついてるものっていうのは、やっぱ葉っぱがあるので寒い間でも日中あったかければ多少なりとも光合成します。ただめちゃめちゃ水吸うかって言ったら、シーズンと比べたら全然吸いません。特にこのユーカリとかなんかはもう夏場とかあったかくなるともう水切れ、もう1日2回必ずやらないと水切れちゃうぐらい水が早いんだけど、そんなに水欲しがるものでもやっぱ寒くなってくると、まあ水やりの頻度っていうのは極端に落ちますんで、この大きくなる系の樹木系の冬の水やりはとにかく回数を常緑でも落葉でも減らす、結構乾いちゃったかなっていうぐらいで水をあげるぐらいで全然大丈夫です。むしろ乾いちゃったかなと思って1日ぐらいほっといても全然大丈夫なんで、1日2日後ぐらいにまたしっかりたっぷりあげるみたいな感じで、水やりの頻度こちらを調節ください。さて続きましていきましょう。続きましては乾きにくい植物たち、ちょっと一応いろいろ持ってきましたんでちょっと見せてもらいましょう。まずは持ってきたといってもここに入ってないな、グループで言うと宿根草、はい、宿根草っていうグループの植物たちは真冬の寒くなってくると地上部消えたり消したりするものあります。ただ根っこが残ってまた来年の春に出てくるっていうサイクルする植物たち、この植物たちも考え方的には樹木系の落葉樹と一緒で、冬場の寒い時期は根っこのままで休眠しているっていうこともありまして、水がそんなにいらない、本当にうっすら湿ってればいいぐらいだったとするんで、特に露地に植えてあるものに関したら、特に樹木系も宿根草類も水やりはほぼなくて大丈夫だと思います。自然の雨とかだけでも十分と保湿されてるんで問題ないんですけど、鉢でやる場合は水の上げすぎに特に宿根草は注意してください。結構乾いちゃったかなと思う段階で上げてもらうぐらいな感じの方が割と腐らずに済むと思います。そして今ちょっと旬な球根類ね、球根類たちも春までは芽が出てこないっていうところもありまして、実際のところ根っこが徐々に徐々にとはいえ出てきます。宿根草よりも根っこの出が多分早いと思いますんで、冬場の水やり全くいらないっていうわけじゃないんですけど、こちらも鉢が乾いたらしっかりとあげるっていう、ちょっと回数を少なめ、ただ回数は少なくてもあげる水の量っていうのはしっかりと下から出るぐらいあげてほしいなっていうふうに思います。露地の場合は球根類は植えたら植えっぱなしで全然水分は足りると思いますので、特に鉢の場合だけ気をつけてください。そして一番気をつけなくてはいけないのがこの辺ね、一年草ですねとか、これは球根で今葉っぱが出てるねタイプの植物、ガーデンシクラメンね。特に切れるのはこの辺の秋冬の一年草、この子たちは真冬には一回生育止まるんですけど、ただあったかければ日中それなりにこう生育していくんで水を欲しがります。気づいたらしなしなってなってることがあったりするんで、ちょっと注意、しっかりと水をかけてほしい。でガーデンシクラメンも同じく、いわゆるこの時期に葉っぱを出してる小型系の草花っていうのはどういう状態かって言ったら、それなりに生育できるっていう植物たちなんで水はやっぱ適度に乾きます。そして特に株が大きいもの、まあ、言ってしまうとね、葉っぱがたくさんついてるような感じの見た目のものは水吸います。逆に葉っぱがこう細いシュッ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 って出てるようなもの、葉っぱが広くないものねに関したら、これ水あんまり吸いませんっていう形で、葉っぱが広いものとか株がこう大きいものの水やりと、株が小さかったり葉っぱがあんまりないような植物、あと葉っぱの面積が狭い植物たちは水がそこまでいらなかったりするんで、ちょっと線引きできるかもしれません。さあ続きましてはちょっと水やり実演の方をしていきたいと思います。まず樹木系からいきたいと思います。
樹木系鉢がまあいろいろな鉢で植えてあると思います。あとバラなんかも一応樹木系に貼りますんで、バラも同じだと思ってください。で特に落葉系の植物の水やりの場合は、まあ、結構乾ききったらあげてもらうっていう形なんだけど、プラスチック鉢だったら一番わかりやすいのは持ってもらうが一番わかる。はい、こうちょっと揺らしてもらったり、軽くちょっと鉢を持ち上げるね。はい、で重たいなって思ったら、まあ、ほぼあげなくて全然大丈夫です。すごく水がなくなってると軽い状態になりますんで、まずは一番わかるっていうのは重さで判断してください。あとまあ見た目ね、もう土の表面が少なからずもうちょっと黒っぽいっていう状態であれば、うんうん、もう水やりは全然いりません。これが1週間黒っぽくても水はやっちゃダメです。2週間黒くてもやっちゃダメです、はい、っていうぐらい水やりは本当に頻度少なくて大丈夫なんで、落葉樹ねその辺で判断してください。あと常緑樹もまあ水やり少なくて済むんだけど、これさ水やりのさ目安って、まあ、表面だよね。はい、表面が乾いてたらなんか水をあげるとかってなってくるんだけど、色がわかるじゃん、乾いてるか乾いてないか。若干水かけた時とかけてない時ね、うんうんうん、特に赤玉土とか鹿沼土は顕著に水分があるかないかがわかる。ここでもこれ乾いてる。そうですね、ただ同じ赤玉でもこれ湿ってるねここ、うんうんうん、っていうまばらな場合はまだ水があります、はい、全部が全部このようにすごく白っぽくなってきてるっていう状態であれば、割と乾いてきてる、乾いてるかなっていう判断でいいんだけど、少しでも湿ってるような感じの色の土が乗ってる場合はまだ底の方には全然水がある状態です。水っていうのは基本的に上から乾いてくんで、こうやってここの表面でうっすらでも土色が濃いっていうものがある場合はこの辺は十分まだあります、水が。はい、っていうので焦ってかけないことねっていうところと、スリット鉢ってさここが開いてて見えるんよね。はい、なんでここの上が白くてもここが黒いとあるんですよ、水ってまだ。はい、なんでここまで乾いてきたかなっていう時に水をかければちょうどいいタイミングになるんで、割とスリット鉢そういう部分でも使いやすいかなと思う。いちいちなんかこんな開けてそこの状態なんか見ないと思いますし、うんうん、樹木系重たいんで鉢をこうやってやるって言っても、まあ、結構大変だったりする。ただスリット系だったらまあ見た感じで一発で分かるね、ああまだあるかなみたいなっていうところで、水やりの加減も分かりやすかったりするんでおすすめですけど、まあ、スリットじゃない場合は特に鉢の土の色と、まあ、やっぱここも軽く動かしてみて持ってみてみたいな感じで水やりの頻度を調節していただけるといいかなと思います。さあ続きましては鉢物です。鉢物はやっぱり今の時期だと寄せ植え作ったりとか草花の鉢が多いと思いますんで、そちらちょっと中心に行きたいと思います。まずねちょっともう水やりが必要そうなやつを持ってきましたよ。これ水やり必要ってわかる？めくるとね土質がわかるじゃん、はい、どうかなっていうのはわかるんだけど、はい、もうよく育てていくっていうかちゃんと観察すると植物植物の状態っていうのが、まあ、一目瞭然で分かるようになる。はい、僕ちょっとこう見えても割とやってるんで割と分かっちゃうんだけど、はい、こういうの見たら一発で水切れてるなんて土も鉢も持たずに分かります。これはいどこ見るんですか？もう葉っぱの状態がこれ、はい、もうしわってなってる。これ実は通常じゃない張りがないです、はい、うん、基本的にこうタラってなってる。このタラってなってるのがなぜわかるかって言ったら、ピンとなってる時の状態をよく知ってるから。通常とちょっとおかしいなと思っちゃう。これ水が切れてるのか、なんか根腐れを逆にしてるのか、中に虫が入って調子が悪いのかっていうのが、なんかの状態のサインを出してるのこれね。うん、あと花の花びらに張りがない、これもわかる。ちょっと花しかもこれクタってなってる。これそうですね、このクタってなってるのは花が終わりでクタじゃなくて水が切れててのクタなんですよ。花が終わりの枯れかけてる状態と水が切れてのくたってこうふにゃふにゃってなってる状態、お花の状態とか葉っぱの状態って元気が良さそうか調子が悪そうなのかっていうのがこれ個々にね分かってくると思う。ただこれはやっぱ時間がかかるんでしっかりと見た方がいいかもしれない。これを見続けていくともう見ただけで調子がいいか悪いかは触らなくても分かる、うん、こういうのも分かる。鉢の下の状態見なくても調子がいいのかなどうかなっていうの
なんで葉っぱの状態をチェックするっていうのは比較的分かりやすい。あと花の咲くものは花の状態とかつぼみの状態を見ると、あ、水切れてんのかな、水正常にあんのかなみたいなのが分かるようになるんで、ここもやっぱ観察力かなっていう気がします。これでもクタってなってるのが分かるね、うん、こっちはなんかケンちゃん分かるじゃん、今言われてみればみたいな。まあ一応元気ないですよね。ここがさ、ほれヘタってなってるよ。なってますね、ヘタってなってる。でこれが新しいつぼみなんだけど、もう葉っぱの花弁がちょっとシワシワってなって水がないよっていう状態ね。はい。でこっちは葉っぱ花正常にこう開いてるかなとかって思うじゃん、思うんだけど、ここの下っ端の張りがないんだよね、うんうん、ここの下っ端の柔らかい感じ、はい、これがしっかりと水分あると硬いって感じになるね、うんうんうん、なのでもう葉っぱの状態ちょっと触っただけでも分かりますんで、で分からなければやっぱり言ったみたいに土を見るね、ちゃんと。これなんかもう乾燥してるの分かるかな、はい、でちょっと掘ってみて端の隅、もうこの辺まで乾燥しちゃってる、これ、うんうん、1センチぐらい、もう完全にこれ水がないです。で鉢持ってもらってでもいいんだけど、プラスチック鉢だったら割と分かるんだけど、陶器鉢だとね、もう陶器が重たいからさ、そうっすね、重いってなっちゃうのこれ、うんうん、そもそもこの状態でもなってくるんで、陶器鉢の場合は特にですけど土のチェック、あと例えばこういう竹串みたいな感じね、これは竹じゃないんだけど、竹串みたいのがあればもうここを下ズボーってちょっと入れてってもらって、ある程度で抜いてもらって、ここを素手で触ると水分あるかどうか分かります、はい、うん、っていうチェックの仕方をしてもらってもまあ問題はないんですけど、まあ、いちいちこうブツブツブツ刺すっていうのは大変だと思いますんで、まあ、まずは土の色の状態とプラスチックだったら持ってみる、あとは葉っぱとか花びらが張りがあるかどうかっていうのをなんとなくでも分かるようになってもらえばいいので、一番分かりやすいのは水をしっかりあげた翌日見てください。その状態が多分一番水がしっかりあって花もパッと張りがある状態ですっていうのを比較できるようになるといいかなと思います。というわけで水あげますか。はい。ほんでね、水やりをやる時のコツなんだけど、まあ特に冬場じょうろでやる場合は蓮口でもう取っちゃってください。これ、はい、蓮口やると全体的にジャーってかかっちゃうの、シャワーにでジャーってかかっちゃうと、まだ日中あったかければいいんだけど寒いっていう感じになっちゃうとやっぱ水分が冷えちゃって中傷めることがあったりするんで、プリムラとか花弁が弱い植物たちとか中心部に水が入っちゃうと腐っちゃうよっていう、腐りやすい植物たちが中に一定数あるんで、できれば蓮口取ってちょっと面倒くさいんだけど葉っぱあげてもらってね、で水をかけていく。全然染みてかんやん、これ引いてかない、ね、引いてかんじゃん、全然、はい、これ全然水が足りてないってことね、はい、乾ききっちゃってるって感じ、はい、ある程度ってなってくると、余計にですけどちょっとゆっくりゆっくりじゃあってウォータースペースいっぱいぐらいまでね、はい、入れてもらってちょっとしっかり引くのを待ってから2回3回4回と徐々に落としてってもらうっていうことをしないと、一回これ今ウォータースペースいっぱいになってはーってやってはい終わりって思うと、この辺ぐらいで多分水湿ってないんですよね、はい、根っこはこう下に生えてくんでね、下とかこう斜め下に、うん、なんでこの表面自体に根っこ自体がもともと生えないんで、表面自体にだけあるっていう状態は非常に良くないね。これ上げたつもりになっちゃってる、これだからしっかり下から出るまでってことですよね。そう、これもちょっとねゆっくりゆっくりかけてやっていかないとこういう羽目になっちゃうね、うん、あと1日2日ぐらい早ければもうちょっとやった時にシューッと引いていくと思う、うんうん、これちょっと乾きすぎなので、この状態であと1日あったかいところにあったら結構シワシワになっちゃう。で3日目ぐらいになると枯れてるね、もうね、うん、っていう感じで、案外と水あげなさすぎて枯らすっていうパターンにこういう場合はなっちゃう。確かに全然出てこないですね。出てこないし、あ、出てきた、あ、出てきたね、出てきましたね。これでもね、パッて出てきてさ、いいじゃんって思うじゃん、はい、でもめちゃめちゃ水が切れた場合のなんていうのかな、水やりの上げ方って、じゃあってやって出てきたら OK っていうよりは、出てきてももう1回か2回しっかりたっぷりかけた方がいい、はい、こっちが分かりやすいか、今かけてない、まだこれ土が新しいんでいいんだけど、安い土とかべちゃべちゃになる土って乾くとカチカチになっちゃうね、はい、カチカチになったりするとこの表面だけカチカチになって
ここ鉢と土の間に隙間ができるんよ、ここ、うん、ここね、はい、いわゆるこの隅なんで、水あげた時にこっちの隅だけ通ってシューってきて下にピューってそのまま流れてる可能性がある。うん、中に湿ってなくてっていう形に割となっちゃってるので、乾きすぎてるなっていう場合は、過ぎてたなっていう場合の水やりはちょっと過剰かなって思うかもしれないけど、しっかりたっぷりね、ちょっと繰り返しやってほしいね。はい、なかなかまだ引いてかんじゃんね、これね。これでも冬のでも特権だよね、これね。夏だとここまで行っちゃうとさ、半日で行っちゃう場合あるでね、植物によっては。冬だからまだ生育が健満なんで枯れずに済んでる。うん、ほら俺もう破水効果だよね、これ。破水しとるわこれ。本当っすよね。破水してこの隅にこうやって入っていっちゃうね。うん、実際これは破水しとる、これ弾いてるじゃん、まさに。入ってないのこれね。でちゃんと回してやらんとさ、偏って水って入っていっちゃうもんで、言ったら。あー、時間かかるな、純平さん。これだいぶかかりますね。こんな時間ないよ忙しい人だには、はい、鉢自体ちっちゃいんですけどね。鉢自体小さいけどここまで乾いちゃう、うんうん、と出ないっていう現象が起こりますんでね、これはこれで良しとしましょう。はい、でこれプレミラ3つ目ね、はい、これやっぱりかけるとさっきみたいに破水しちゃって全然流れていかない、はい、っていうぐらいカリカリになった場合ね、はい、におすすめなのが、表面のここの部分っていうのを軽くね、ほじほじしちゃう、こうやって、はい、かくというのかな、全体的に、全体的にこの表面の上ね、はい、こそ入りやすくなるですか。うん、ちょっとすすいてあげるって感じ、はい、であげるとこっちの横のここの隙間、この鉢のさっき言ったね、こっちにガーって入っていかずに中の中心部に向かって、よいしょ、水が割と入りやすくなるんで。早いでしょこれ、入ってくのが割とっていうので、チートもカリカリになっちゃった場合ね、ほぐすのはちょっとほぐしたり、ちょっと竹串の細いようなもの、はい、であればクッて何箇所か水がしっかり入るような通路をね、はい、やってもらうと割としっかりと中から吸水っていうのができやすくなるんで、まあ、この辺もちょっとテクニックとしたらあってもいいかなっていうふうに思います。はい、どんどんいきましょう。まあ一応いろいろなケースが見れるようにいろいろ持ってきてみました、はい、こちらが見本で植えた、こちらもプリムラ3つね、はい、3個上、こういうふうに花柄が、花が傷んでるところは積極的に取ってあげるね、この水やりやりながらも。これはまだそんなに水が乾いてない、はい、割と張りがあるかなって思う、さっきに比べたら。で花びらも張りがあるかな、だけどパッと見てると土乾いてるかなって思っちゃうよこれ、はい、さっき言った粒のものの色が割と乾いちゃってるねこれね、うんうん、で表面も乾いちゃってるんで、あ、これ乾いてるなと思ってこれで水かけちゃうと水分これ肩になる、はい、こういった場合はちょっと放ってもらうと、ここに湿り気がある、ね、これね、手袋するとね分からんかもしれん、うんうんうん、この辺もここも湿ってるこれ、はい、ここね、うんうん、本当に表面だけ今乾いてる状態なんで、まあ、ここからあと1日2日はこういう場合は水をあげなくても問題ない。持ってもらうと分かるな、ちょっと重たいかなみたいな、うんうん、ちょっと重たいかなっていうのはまあちゃんとあるかなっていう感じ。手でいろいろこう測れるようになるといいねこれね、感覚で、うん、体重計だよ、タニタこれ 体脂肪率じゃないけどこうやってやって、はい、ピッてやって水分含量みたいなのがさ測れるようになって、測れるようになって、これ あと 50% あるなとか、職人っぽいですね。そう、体脂肪が、10代ってなるじゃん、はい、ムキムキやん10代、はい、体脂肪率10とか一桁台危険、これ言ったらそのまま枯れちゃう場合があるんで、できれば お水っていうのはしっかりとまだある状態がいいね。体脂肪率10代になってきたらもうしっかりとまた食事をしっかりとってくださいよっていうサインだと思ってください。これは OK、 OK、 はい、はい、続きましてこちらです。これも大きくなったねこれ、でかくなりましたね純平さん。これあれだぜ、コメリのやつだよこれ、はい、コメリパンジービオラのあのちょっと品育ったやつ、めちゃくちゃでかくなってます。うん、一回ピンチしてね、はい、しっかりと
栄養を上げて今こんな状態にバリバリ復活できちゃった。これからの時期ちょっとパンジービールの剪定でも言ったんだけど、あんまりピンチしない方がいいでね。うん、うん、ピンチしちゃうと葉っぱの量って少なくなっちゃうじゃん、簡単に言ったら、はい、これバツーってまた切り戻しましたっていうと、また横から芽が出てきて花がたくさんつくっていうのはまあつくんですけど、それがつくのが来年の3月とかそれぐらいからになっちゃうんですよね。それまでの間は全然横から枝出てこないんですよ、うんうん、で葉っぱの量が極端に減っちゃうんで株に対してってなると、全然今度水吸えんくなっちゃうよね、はい、で吸えんのに鉢だけでかいっていう状態になると、うん、今度全然今度乾かなくなる、乾かなくなると根腐れを起こす可能性が高いんで、できればもう12月入ってきてからぐらいの草花とかでも切り戻しはちょっと控えた方が水やりを逆に楽にさせるっていうか、ちゃんと水抜ける方がいいんですよね、乾く方がいいんですよ、はい、乾かないより。でより乾くようにしたらどうするかって言ったら、植物たちの葉っぱをつけとく、取りすぎないね。今からの時期蒸れないから基本、そうですよね、中がこんだけわさわさってなっても、うんうん、まあ、ほぼ蒸れません。これやっぱ外の空気が乾燥してるからっていうのももちろんあるので、逆に利用してあげれば上手に綺麗な状態、わさわさの状態でね管理してあげることができるっていうんで、花びらだけは取ってあげて、ただこうなっちゃってると本当に見た目だけだと全然わかんないんで、やっぱり株チラッとあげてもらって、あるかどうかチェックね。これあるね、うん、うん、もうこの辺ちょっとほじってもらえば乾いてるか乾いてないかは分かります。あと持ってもらったりして大丈夫かどうかも分かります。これあるね、まあ、過剰にあげるのはやめておきましょう。はい、そしたら今よくやられてると思います、寄せ植えですね、はい、これもこの間作った寄せ植えですね。やっぱ寄せ植えはいろんな植物が入るじゃん、はい、で割と小さめの容器なんかでもこの時期だとギュッと詰め入れたりするんで、根っこの量がまず全体的に多いね、はい、うん、土の容量が逆に言うとちょっと少ないっていう形になりがちというかなってるはずなので、水が単品植えたる時よりも確実に乾きが早くなるっていうところがあるんで、ちょっと注意してみてください。より乾くと思います。で、まあ、これちょっとメンテナンスね、ちょっと葉っぱが花がダメなものは取っちゃう。でやっぱり見るところはこの外側のめくり上げたところね、はい、これも乾いてるね。寄せ植えはね本当にね乾きが何倍か早くなる。で水をあげる時も必ずと言っていいほど蓮口は取るね、はい、特に寄せ植えは絶対的に中に水が入っちゃうと良くないので、めくり上げてもらってでかける。入っていくね。でかけるときは寄せ植えも全部そうなんですけど、本当に何回か何回かゆっくり、焦らないことね、この水やりね。焦って早く入れたろう早く入れたろうってすると結構傷める。根腐れっていうか寄せ植えの場合はあの植物植物のこの中に水が保水っていうのかな、保湿しちゃうとあの寒さで傷んじゃうんでね、中が。なるべく外側からゆっくり回してあげる。あんまりバランス悪く水をこっちだけたくさんあげてこっちあんまりあげてないってなってくると、こっちだけ水切れするんで、あげる場合は回しながらね、半分やって水が出てきたからいいやとかって思っちゃうとこれまた良くない、はい、半分皮は出てるけどもう半分皮は出てなかったりする、水自体が、うん、うんっていうので、あと丁寧に扱ってもらうっていうのが基本に挙げてください。はい、はい、そして最後です。鉢植えで特にこうロングポットとか鉢が結構大きいぞっていうものに対しての水やり、これは水やりの回数をまあ減らすとは言ったんですけど、なかなか乾かないと思います。でなかなか乾かない状態がずっと続くと、やっぱり植物なんといっても根腐れを起こす可能性があるんで、なるべくちょっとずつでも水が乾くような状況を状態を作ってあげてほしいんで、例えば木の端っくりでも、まあ、レンガでもうっすらでもいいんですけど、やっぱちょっと置いてもらう。で下風通るようにしてくれるだけでも、はい、割とこの下からの空気っていうのが入りやすくなったり水がこっちに抜きやすくなったりしますんで、このベタでこうやって置いてある時よりも明らかにこう
自然に乾くっていうスピードが割と速くなりますんで、これがおすすめですね。夏場だと乾きすぎちゃうっていうのであって、一長一短あるんですけど、冬はこれをやってすごく乾きすぎるっていうことがまずないので、逆にやらなくて乾かなすぎるっていうのっていうよりも結構植物管理としてはいいかなと思いますので、ちょっと気持ち上げてもらうっていうの、まあこれがコツであったりしますんで、ぜひともこういうのあったらやってみてください。はい、というわけで今回のカメくんがチャンネルは冬の水やりを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思ったら、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あと、あなたの冬の水やりの方法おすすめありましたらコメントの方で教えてください。カメくんが大チャンネルではこのように園芸初心者の方でも分かりやすい植物の管理の方を実演します。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後は大好評のヨダンです。モケトーク、ヨダンです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、水やりの回でしたね。はい、純平さん、水やりはどうよ、難しいでしょう。いや、去年この冬場に水あげすぎて、まあ腐らしちゃったのあるんで、今年は結構少なめにしちょっと心がけてますね。どうしてもあげすぎちゃう癖があるかなと思ってたんで。そうだね。あと植物の特性をやっぱ知るっていうのがやっぱ一番、うまく管理する近道でもあったりするね。うん、育つ植物もあるからさ、中には冬でも夏でも、まあ、そういったものにはやっぱり注意して見ておかないといけないし、まあ、全く育たなくなるものっていうの、まあ、そういうのも覚えとくと管理が楽っていうか、なんていうのかな、全部意識するの大変じゃん、やっぱ何でもそれで。まあそうですね、全部全部こうやらんとかなんとかなんとかっていうのが大変だから、楽できるなっていう、この植物どこで手抜いたろうみたいなっていうのは一個ずつね覚えておくといいと思うよ。全部がね、全部手がかかる植物ってそうそうない。どの植物もすごく手をかけないといけない時期もあれば、まあ、全然手かけなくてもいいぞっていう時期っていうのが結構あるよね。もう球根だったらもう掘り上げて保管しときゃまあ何もやらんでもいいやっていう、もちろん時期があったりとか、あと宿根草なんかもそうやね、メンテナンスする時期決まってて、冬場の間全く地上部なくなっているから、まあ、多分北海道の皆さんとかもうお休みしてると思う。もう11月から来年の3月とか、まあ、4月ぐらいまで家の中でゆっくりしてんじゃない。これはどうもずっとやってたら大変よ。そうですね、だからこういう植物はまあ寝るからこの時期いじらん方がいいかなとか、まあ、水やりもこの時期から、樹木類なんかは特に寝るからさ、転倒管理も全然楽だね。まあ、なんか夏と冬と比べたらじゃないですけど、ちょっとやっぱ夏よりは楽かなっていう気がしますよ。夏よりも全然楽。旅行行けちゃうよ。行けますね。行けますね1週間ぐらい、あれでワイハーとか行けちゃうよ。全然簡単に。この時期ならではっていう形なんですけど、まあ、ただ草花類とか寄せ植えはもちろん乾くし、特に軒があるところとか壁の周りね、家の周りなんかだけはちょっと気にかけていただけると、まあ、非常にいいかなと思います。園芸ももうガツッとやる時期と、ちょっと抜いてもいいかなっていう時期を作りながら、まあ、ぼちぼちとやっていきましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。